初代のアリストが1991年に誕生いたしましたけれども、自動車の世界で言いますと RV あるいは SUV、 そんな車が大変増えてきて、セダンの進化というのが問われるようになってきました。このような時代だからこそ本当にいいセダンを作りたいということで、新時代ハイパフォーマンスセダン、こういうコンセプトで開発をスタートしました。一言で言えばドライビングプレジャーという言葉で言い表せると思いますけれども、運転なさる方の気持ちに応えてくれる車、そんな車にぜひしたいということで開発してまいりました。気持ちのいい加速というのをぜひ得たいということ、エンジンにつきましては可変吸気 VVTI と呼んでおりますけど、このシステムを採用しました。さらにドライブトレイン全体をどう制御していったら一番気持ちのいい加速が得られるかということを細かく詰めました。走りのためには重いものはなるべくタイヤの内側に入れたいわけです。またオーバーハングも切り詰めていきたいということで、そんなパッケージを行いました。従来のスポーツセダンというのは割合小さなキャビンを上に乗せておりますけれども、これからのスポーツセダンはそうじゃないんじゃないかと、もっと大きな室内が欲しい、もっと大きなトランクが欲しいということで、新しいパッケージと新しいデザインを融合させることができたと思っています。スポーティーと安全というのは矛盾するんじゃないかということを言われる方もおりますけれども、やはりアリストという車の性格上、安全に支えられた走りというのが大切だと思って、安全は特に力を入れて開発をしてまいりました。開発目標は世界トップレベルの安全性能ということで、考えうる全てのトヨタの技術を注ぎ込みました。
快適とゆとりをもたらすビッグキャビン。心満たされると人走りを求め、新型アリストは今先進のパッケージングを完成した。従来の高級スポーツセダンでは到達しえなかった未知の走りの領域へ。そのセダンは日本車を変える、新型アリスト完成。Welcome to Vista.